そうですね、もう10年ほど前ですけれども、日本芸術院と文化庁との共同での社会貢献事業ということで、子ども夢アートアカデミーというものがあります。それを10年ほどですね、ずっと続けて、そういう中で羊石島でこう創作活動ができるということはですね、とてもありがたく思っています。とても自然が豊かで、海も ある、そう島ですから、その島の岸辺から見るですね、朝日にしても夕日にしても、特別な思いがありますね。こう自然から教わる気持ちになって絵を描くということが大事だと思っています。ですから、その、作品から作品を作るっていうことではなくてですね、一瞬一瞬のこう自然の姿を通して、自分のこうイメージっていうか、表現したいものをですね、日本画の岩絵の具を使って描いていくということですね。山形県米沢市にやはりこう廃校になった中学校を利用させていただいて、拠点としてあるわけですけれども、羊石島が海であれば山形県の米沢市は山なんですね。ですから、そういうこう地域的なこう特徴もありますし、それぞれのこう特徴を生かしてですね、制作していきたいと思っています。実際ですね、山形県米沢市はですね、上杉藩、米沢藩のこう上杉謙信であるとか、上杉鷹山公ですね、そういった先人のですね、残してきたこう文化的な要素もあります。ですから、そういうものを含めて活動していきたいと思っています。2週間という長い会期の中で、父の作品、私の作品、緑子の作品をですね、それぞれこう展示、代表作を発表できるということで、とても喜んでいます。技術的、あるいはその筆使い、それぞれ違いますけれども、そういう中で、3人のですね、それぞれの個性がこう皆様に見ていただければありがたいというふうに思っています。若い頃からさまざまなモチーフを描いていますけれども、それが高校生時代の作品がこちらにも置いてあって、太陽、月の光、蝶ですけれども、17歳ぐらいで描いていたものと今こうモチーフとして描いているものってそんなに変わってないんですね。例えばこう太陽を描いた作品であっても、小学生、中学生、高校生時代に感じていたその太陽に対するイメージっていうものがあって、そういうものを今表現しているっていうことですね。ヒマラヤシリーズでは様々なこう技法を使ってはいるんですけれども、同じ人が描いたように見えないものもあるわけですね。ですから、その年代によって父の作品がどんなふうに変遷していったかということをですね、その父の代表作を持って阪急のこう素晴らしい会場に飾っていただいて、そういったものを見ていただければとてもありがたいというふうに思っています。院展で初めて受賞させていただいた作品ですけれども、朝まだきという題名です。岩絵の具のマチエール、絵肌をこう出すために、もう何十回とこう塗り込んでいるわけですね。でそうい こう塗り込んでいくことによって絵のこう力っていうのが出てくるわけですから、でそういうものもこう見ていただければというふうに思っています。来年はその後瀬戸内国際芸術祭っていうことが開かれるわけですけれども、何らかの形で参加させていただきたいというふうに思っていますし、僕が今66ですけれども、100歳までですね、ここを使わせていただきたいっていうふうに思っていますし、それだけのこうこちらへ来るとですね、こう活力が出てくるんですね。自分でも信じられないぐらいのこうなんていうんですかね、こういろんな活動がこうできるっていうことで、自分でもびっくりしてるんですけども、ですから、そういうこう理想的な環境の中でですね、今後も活動していきたいと思っています。